プロ野球界の活性化を目的として、選手会などからの要望を受けて、ついに今年から開催されることとなった、プロ野球現役ドラフト。それぞれの球団は支配下選手の中から、ドラフトにかける選手をリストアップし、他球団から指名されれば、その選手は移籍となります。現在のチームで活躍できていない選手にとっては、環境が変わることで活躍できる可能性もあり、大きなチャンスとなるかもしれません。中でも巨大戦力を誇る巨人から提出される現役ドラフトの指名可能リストは大きな注目を浴びています。今回は巨人から現役ドラフトにかけられそうな選手をピックアップ。また、巨人がこの現役ドラフトを前に行った不可解な行動についても紹介していきます。巨人がリストアップしそうな選手。今回初めて実施される現役ドラフトでは、各球団が必ず2人以上の選手を対象として提出し、他球団から獲得希望を最も多く受けた球団が1番目に希望の選手を指名できる権利を獲得。その後1番目の指名を受けた球団が次に指名ができるという流れで行われることがすでに発表されています。また対象となる選手についてはいくつかの条件が出されました。まずは年俸についてです。対象選手の年俸は5000万円以上、1億円未満は1人まで。その他は5000万円未満に限られました。FA の資格がある選手や、過去に FA 権を行使したことのある選手、複数年契約の選手や育成選手などは対象外となることが発表されています。超巨大戦力を誇る巨人から、果たして誰が現役ドラフトに提出されるのか。新たな環境に移籍すれば面白い存在となりそうな選手が何人もいるだけに注目されています。中でも他球団からも人気を集めそうな選手が外野手の重信慎之介選手です。早稲田大学から2015年のドラフト2位で巨人に入団し、現在プロ7年目の重信選手、50メートル5秒7というプロの中でも超トップクラスのスピードを誇る重信選手は塁にいるだけで厄介な存在です。しかし巨大戦力巨人の中ではなかなかレギュラーをつかみきれず、プロ7年間での最多出場は2019年の106試合で、近年は出場試合も減少しています。バッティングに課題を残していますが、東京六大学時代には首位打者を獲得するほどの打撃センスの持ち主。巨人以外の球団である程度の打席数を与えてもらえれば、一気に花開く可能性も十分にある逸材です。現役ドラフトは現在の球団で埋もれている戦力の掘り起こしによる球界の活性化が目的とされています。重信選手のような選手にこそ移籍してほしいですね。巨人にはまだまだ魅力的な選手が埋もれています。左の中継ぎとして活躍した経験もある戸根千明投手もその一人です。2014年のドラフト2位で日本大学から巨人に入団しました。スリークォーター気味のフォームから豪快に腕を振り、140キロ台後半のストレートを投げ込んでくる戸根投手。一時は投打二刀流に挑戦するほど身体能力も抜群のプレイヤーですが、現在は二軍暮らしが長くなっており、今シーズンの登板もわずか9試合にとどまりました。しかし球界でも人材が不足している貴重な中継ぎ左腕であり、年齢的にも30歳とまだまだ活躍できる可能性を残しています。左の中継ぎが今すぐ欲しい球団は、戸根投手が現役ドラフトで出てくれば飛びつくことでしょう。左の代打が欲しいという球団にとっては、勝木和也選手も魅力抜群と言えます。2014年のドラフトで5位指名され、ロッテに入団した勝木選手は、2020年途中に沢村博一投手とのトレードで巨人に移籍。出場試合数こそ少ないものの、力強いフルスイングは、ここぞの場面で登場するにはうってつけ。明るい性格でムードメーカーの役割も果たしてくれそうです。フルスイングと長打力が持ち味なだけに、移籍先でいいコーチに出会うことができれば、一気にチームの中心打者になれるかもしれません。重信選手、戸根投手、勝木選手、これだけの逸材が現役ドラフトの候補になるのですから、巨人がいかに素晴らしい戦力を誇っているのかがよくわかります。現役ドラフトの抜き道。
球界随一の戦力を誇る巨人ですが、現役ドラフトを前に11人の選手に対して戦力外通告をし、育成選手として再契約を打診しました。巨人が育成契約を打診したのは、平内龍太投手、太田龍投手、中川幸太投手、高橋優希投手、高木京介投手、山本五木投手、横川海投手、花田優希投手、萩原哲選手。加えて、2020年オフに DeNA から FA で巨人に移籍してきた梶谷隆之選手。そしてソフトバンクからトレードで移籍してきた立岡総一郎選手の11人。よく見るとこの11人の中にも素晴らしい選手の名前が入っています。まずは2018年のドラフト1位で入団した高橋優希投手です。今シーズンこそ1勝に終わったものの、去年は11勝を挙げ、チームの勝ち頭でした。今年9月に左肘のクリーニング手術を受けたものの、まだまだ活躍が期待されている左腕です。さらに今シーズンセットアッパーとして活躍した平内龍太投手も、右肘のクリーニング手術を受けるために育成契約に。また昨シーズンまでは勝ちパターンで活躍していた中川幸太投手も、今シーズンキャンプ前に痛めた腰の状態を考慮して育成契約になっていました。キャッチャーの萩原選手も強打の捕手として今後の正捕手争いに絡むことが予想されている逸材です。ベテランの梶谷選手や立岡選手は怪我で手術を受けたとはいえ実績のある選手。こうして見てみると育成契約にするには疑問符がつくような選手たちばかりとも言えます。しかしこれには深いわけがあるのです。まず今回の巨人の大量育成契約は、FA 選手の獲得と関係があるのではないかと言われています。FA で選手を獲得した場合、獲得した選手の年俸に応じて、獲得した選手が所属していたチームに対して、保証を行う必要が出てきます。その際、移籍元のチームは、移籍先のチームが選択した28人を除く選手たちから、選手を獲得することができます。これは人的保証というもので、選手を獲得した球団が作る28人の選手リストはプロテクトリストと呼ばれています。ここで鍵となるのは、この人的保証によって獲得できる選手は支配下選手に限られるということです。つまり育成選手は獲得の対象から外れ、プロテクトリストにも含める必要がなくなるのです。きら星のごとくスーパースターが集まっている巨人の戦力から28人を選ぶのは至難の業。当然プロテクトリストから漏れれば、その選手は移籍元のチームが獲得可能となります。過去にプロテクトを外し、若手有望株やベテランのスター選手を流出させてしまった経験がある巨人。そこで巨人は人材が流出するリスクを避けるべく、主力クラスや有望な選手をわざと育成契約にしたのではないかと言われているのです。しかしこれでは FA と人的保障というシステムが機能せず、お金のある球団が戦力をどんどん獲得し、戦力格差が広がる原因となってしまいます。日本野球機構の森忠人事務局長も、巨人のこうした行いに怒りをあらわにしました。巨人の都合で選手を大量に育成契約にして、球団と選手が対等でないという憤りを感じます。人的保障は、FA 移籍による戦力ダウンを補う制度で戦力均衡のためにあるのに毎年隠れ蓑のように使う球団があるのは制度に問題があるということ。人的保障を育成選手からも指名できるようにするとか、早急にルールを変える必要があります。昨年も言いましたが、これは選手の弱い立場を利用した脅し。まだ試案ですが、巨人もしくは全球団に対し抗議文を提出することも検討しています。森事務局長がこれほどまでに激怒するのにはもう一つ理由があります。それはこの巨人のやり方は現役ドラフトに大きな影を落とすことになるためです。FA の人的保障と同様に現役ドラフトの対象に育成選手は含まれていません。育成選手はチームで将来的な戦力の原石を育てていくための制度であり、現時点ではまだ戦力となっていないというのが基本的な考え方です。そのため、人材交流の活性化や埋もれている選手の発掘を目的とした現役ドラフトからはあえて外されている存在。
しかし今回の巨人のように怪我をしている選手を育成契約とすることは制度の抜け道を狙ったものとしか考えられないと言われているのです。今回発表された11人の選手のうち現役ドラフトの対象となる選手は梶谷選手以外全員、つまり巨人は今回の育成契約で10人の選手を現役ドラフトの対象から外すことに成功しているのです。このような批判に対し巨人の球団幹部は、ルールに従って行っていること、怪我をしている選手は育成契約とすることで焦らずにリハビリができるという面もある、そもそも現行の70人という支配下の枠が適正なのかと反論、支配下選手の枠が少なすぎるための防衛策だと主張しました。怪我をした選手を育成契約にして支配下枠を空けることは毎年行われています。しかし育成選手の意味合いからはかけ離れた使い方と言われ、ルール改正を求める声が上がっているのも事実です。さらに70人の支配下枠が適正かどうか議論をするにはあまり良いタイミングとは言えません。球界全体を活性化するために行われる現役ドラフトにいきなり水を差してしまった球界の名手巨人。現役ドラフトが選手のためになる制度になるよう試行錯誤を続けていってほしいですね。